用意した。マグマ、そしてこの俺は義乳特戦隊隊長、義乳様だ。何をやっとんじゃ、ベシータのやつは。違いますよ。それは父さんじゃなくて、敵と体が入れ替わっちゃってるんです。ほうほう、それはまた決体の技じゃの。本来の歴史だと、義乳と入れ替わったのは悟空くんだったわよね。ええ、そうです。またトアとミラが何か仕掛けているのでしょう。奴らのことは俺に任せて、あなたは歴史の修正に集中してください。はマシな動きができるようだな。教えがいがあり。
そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング。さあ、いいものやるよ。ターレスを止めて、新生樹の実を食べさせる気よ。どうなってんだ。あれはわしら家族しか食べることを許されておらん聖なる果実。食べたものに素晴らしい力を与えるが、果実を育てるのにこっちの果実と一つ使ってしまう。はい、その身は隠し持ってまったく、バケツ。誰か、誰かがこっちに近づいてくる。ビリンでも、ご飯でも、ベジータでもねえ。この木は…どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。されることではないぞ貴様。すいません。
た。隊長がボディチェンジされてオーバーレット。負けは危険。何度2人とも油断を遅刻だ。何だろう。お待たせしました。ギニュー、俺の体を返すよ。やめてと言われて返すバカがいるな。安心して、お前は答えるよ。私が有意義に使って。おめえはいつの顔してんけんど味方なんだな。よし、あいつらを一気に片付けちまうぞ。この歴史のことはまだ義務になってなかったんだ。あの、できれば一気に決めるんじゃなくて、さっき来た彼の人は倒さないでほしいんですか。何のことだ。おめえ、あいつの友達なんか。いや、そういうわけじゃ。実際にやられたとこ。何ってどうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。